はい、みんちゃん。ゲームイズ、ピロと真珠です。はい、皆さん、こんにちは、シロです。というわけで、真珠がね、はい、重心化しましたので、早速使っていこうかなと思います。こいつの友情は絶対にやばい。かっこいい。トクエルだ。おー当たった時の強さはピカイチですな。すごいっすね。反射砲撃聖騎士と WT がレーザーストップに全属性耐性 M 無属性耐性 M ゲージで超アンチ重力バリアと SS 短縮持っております、うん、SS がランダ回復ですね。16ターンの24ターン、うん、友情が前に見ていただいた通りグリッターボールと防御アップついておりますよ、うん、とこいつグリッターボール似合うな。マジうわ、これもうなんか変な固定打ちのとことか超強そうだな。やばいな。これそうだよね、もう止まりがしっかりしてさえすれば絶対当たる友情だから。そのどこに止まるかによってそれコントロールできるじゃないですか。うん、なんか固定でやるところとかマジで強そうだな、これ。これやべえな。うん。やらしがあるよね、本気、これ。やばそう、それ。いや、強威力やばすぎやろ、威力の、うん、本当に威力のなんかしかもまだ3フレぐらいまでしかしねえぞ。いや、なんかせっかくの弱点を当ててんだけどな。そう、これね、一応グリッターボールね、改めて使用言うんですけど、触れた面数によってやっぱり威力がアップするんで、で、さらに、はい、弾いたキャラの低召喚に弾を発射ですね。うん、最大4面で当たるとまあ最大で威力が上がりますよ、はい、まあ、確かに。それちょっと説明しておきましょうか。前なんか、なんかのライブで結構グリッターボールの使用を知らない人が多かったんで改めて説明をしておくと、はい、まあ、友情力これちょっと砲撃型なんで参考にならないんですけど、10450で、これにあの触れる面数によって倍率がかかっていく友情になってます。なので1面、2面触れ、3面触れ、4面触れでそれぞれちょっとずつ威力が上がっていくんですけど、4の時の倍率がかなり高いと、4がね3倍、はい、なんでできれば4倍、4回触れたい。でこれだったら右上の真珠にこうやって触れに行くと思うんだけど、これ触れる前に、友情を発動する前に触れた壁の面数も数えてくれます。あ、そうなんですね。はい、なんで今のは4面触れてることになります。なんで上の真珠のグリッターボール見てほしいんですけど、これ大きさも変わりますと、うん、はい、触れる面数によって大きさも変わってくるんで、そこをしっかりね、あの理解しておくとよりあのグリッターボールは使いやすくなるんじゃないかなと思います。なんでまあ、うん、まあでも案外ね、このね、友情を発動する前に壁に触れに行くっていうムーブの方が多かったりするんで、強、うん、おかしいですね。これ弱点があったらとゾッとしますね、うん、かこんな判定取ってたか、あんまりですね、まあ、広いと広いな、やばいですよね、うん、広くなると強いですね。なんでこれとかもこの上から打ち出しがいいですね、はい、そうすると一面取ってるような状態から始まりますと、うん、これ良さそうだぞ。嘘でしょ。お、2面、いや、おかしいだろ、2面で威力じゃねえだろ。2面で2倍っすね。うん、でもこの友情はよく作ったよね。壁に触れる回数なんて面白いよね。面白い。うん、でも確かに友情が出て、やばそうこれ。400万はマジでやばいな。確かに友情が壁に触れるよりマシですね、うん、まあ、いや、ほんとそれです。こっちでコントロールできる、うん、友情が壁に触れる友情はないだろ、もうそれ友情として成り立ってない。うまっ止まりやばだよね。そう、やっぱね、貫通タイプがいないとね、多少使いづらいし、今すごい多いなっていうのを思いますね。ピンポイントでは当たらないっていうことが多々あるから、うん、でね、これ皆さんお気づきかと思うんですけどね、貫通でクリッターボールまだいないんですよね。いない、うん、自身であれはいないね。なんで、まあ複数積みの時にお互いがお互い貫通タイプでクリッター、え、全然食らわんやん。余裕で貫通。びっくりした。殴っていいんじゃないかレベルだよね。グリッターガンガン当てに行っても買いに行ける。熱いそれ。あー、まあ2面だな。これちょっとやっぱ4面気持ちよく決めてえな。反射じゃない、反射ちょっと難しいな。おー、でっけ。めっちゃ広いな、マジ今の4面だ。てか綺麗ですね、色が、うん、綺麗。他属性もコピーして見てみたいですね、うん、イラストもありますよと。で、光属性だとマジであれだな。ちょっと1段階目の回復量見ていいですか。あ、オッケー。で、ここもそうね、回復しながらいけるんで。
6万8,89。お、25,000。25,000。うん。いや十分だな。じゃあ16で25,000か。これどっちなんだろうな。これちょっと暴れてみよう。多分大丈夫でしょう。信じだったら。完封できそう。今これ厳選案件や。お、うまい。これあるぞ。激アツだぞそれ。おお。まあでも冷静に言うと数値で言うと189万だよ。うん。まあでも SS でもなんでもないからねこれ。俺さ、これ普通にさ、うん、めっちゃ怒らせて暴れるんで、次 SS ってどんぐらい回復するかみたいな。あ、OKOK、2段階目そうだ。多分4万だけど。しかもこれ重力あったらもっとね、壁フレアで薄くなってることだから、うん、超重力あったら動きやすくなってこれ相性が強いんだよな。強いよ、マジで。いや、耐性偉大だな。行きます。回復量だけ34,087から74,000になるね。5万起死回生やな。5万ってなんだよ。もう全開しろじゃん。わあ。なんかいいな。グリッターボール真珠で開花した感あるな。すごいっすね。これは、他いないよね。他いないよね、まだ。グリッター2台っすよ。そうだよね。うん、これちょっと話違ってきますね。やっぱ砲撃、そうね、もうあのリコールでいう長距離フレアみたいになってますね、真珠に関しては。長距離フレアに関してはあれ、もしかしてこの人強いんですかね。これ相当強いですね。これちょっと監督言ってみるか。じゃあ、うん、はいはいはい、はい、面白そうですよね。違う、うん、これちょっとこれ初めてな、うん、これグリッター来たことないから。これどうなんだろう。ガッツどうなんだろう。あ、強いな。これグリッターやば。グリッターゲーかこれ。あ、なんも。グリッターここでも良さそうですね。うん。でも倒せる時の感動やべえな。やばい。おいいね。いいやついいやつ。ああ、同じですね。これ範囲広げればもっとやばそうですね。うん、今のでもうちょい、もう一個大きくなったら上まで行ってそうだった。確かやばいぞ。ここ結構やばいはず。こいつこっち側に。お、上に出ろ、上に出ろ。悪くない。え、お、強っ。いや、マジ範囲取ってくれるのでかすぎ。やばい、マル。やばい、下のやつやばい。撃たなくていいっすよね。うん、撃たない方がいい。でもそうやばいけど。おっ、もう一回あの下のユニット、ユニット下、ナイス。お、倒した。これこれは倒すっしょ。いやー、しかも巻き込みナイス。終始運ゲーだ。いや、ここきつそう。これでもこれで帰って、あ、これやばいな。触れた方がいいか。お、なんかやばそう。あー、今日さ、もうなんか違うゲーム始まってるよこれ。そんな出る一体だよ今。え、じゃあこれ狙いたいんだけど。いや、あるよ。それ今のが出て、あのさ、そうだよね。もう下のあのカナンかアヒル着地さえすれば、そうだよね、あっちのどっちかのアヒル着地さえすれば全然あるよね。特にあっちか、右下だったら着点判定取れそうだから。でも2壁なんですよね。欲張る、俺は欲張る、俺は欲、いや、ここダメだ、これちゃんと行こう、ちゃんと行こう、これもうちょっと楽しみたいからちゃんと行こう。うえっ、あ、お、やばそう、やばいっしょ。ええやつか、やばいいものあげちゃおうかな。1体っていうのは信じらんない。いや、ほんとそれ、なんで1体なのこれ。これゲージ飛んでんのかな。飛んでる、飛んでるわ。2体とかだったらじゃあやばくね。
あーやばそう、あ、飛びそう、おーおー、ジャッチ欲しいか、いやこれワンパンしたい、これあるよ、最後そっち固まってるから、それやばそう、あ、やばいっしょ、全部触れた、全部触れた、全部触れた、下止まれ、全部触れた、全部触れた、おー、強いよ、てかあれよう拾ってんな、マジ今マジで、うん、4振りだったらワンパンっぽいね、っぽいよね、今、うん、3で感じしない、ここ面白、こいつ面白、今あとその円の判定もあれでもギリギリ弱点拾ってたから取ってた、広いな、逆側、ちゃんと結構逆側だったけど、うん、ほぼそうだよね、半径ぐらいで、はい、というわけでちょっと長くね、真珠はこれ使ってまいりましたけれども、うん、面白いな、グリッターボールちょっと違う、うん、うん、面白い使い方がいっぱい考案されそう、うん、グリッターボールこれさ、イデアの時もさ、結構グリッターボールって賛否両論があったと思うんですけど、うん、イデアって枠じゃん、枠だね、うん、枠でさ、やるならそれもロッキーの時も同じこと言ったけど、結構なんか楽に周回したいよってところが多いから、うん、枠としての性能的にはどうなのかなって思われてることがすごい多かったんですけど、うん、真珠はさ、枠になってる人なんてもうごく一部じゃん、うん、ごく一部 でちゃんとそのサブでちゃんと砲台として使うよっていうなんか初感の認識が強いのかなっていうのはありますよね、うんうん、それしっかり使うと、うん、面白かった、面白い、めっちゃ、うん、めっちゃ面白かった、でもそれこそ最初はね、うん、主催に言ったら固定打ちのところとかになったら逆にすげー早くなったり、うん、グリッターボールの活用法がどんどん出てきそうだから、うん、だからリードがなんか縦でここを目印にして打つとグリッターボールで4フレしてかつボスの裏側に止まりますよみたいな目印をつけたりするときに強い友情なんですよね、うん、これパンパンできてみたいな、うん、なんでそういうのがあったりするとめちゃくちゃ頭おかしいことになってくるんじゃないかなと思いますね、うん、破裂斬撃弾も壁触れるたびに威力伸びてほしいわ、本当にこれ、うんうん、面白いな、やっぱり、うん、強いし当たっ強いな、当たった時にしっかり強いのが、うん、気持ちいいですよね、気持ちいい、うん、うん、ただまあプラスじゃなくてマイナスのこともしっかり言っておくと、やっぱね、常時で4フレを狙うっていうのはね難しい、うんうん、今特にギミックに邪魔されたからっていうのはあると思うんだけど、うん、その4フレしてかつ止まる位置をボスの裏側だったり狙った敵に当てるっていうのがすごい難しくなってくるんで、それはちょっと確かにね、うん、なかなか意図して狙うってことは少なくなってくるかもしれないけど ね通常周回とか通常に心情を運用するんだと、うん、なんで意外といいなと思ったのはボスと差しになった時にハッターンランダとかで貼り付けるやつと相性いいかもね4壁触れて真珠触れて、うん、ランダで貼り付いたらそこに絶対にグリッターボールがいけるじゃないですか、なんでそういうのと組み合わせ使っていくと、ね、まあ強いだろうね、うん、本当にね止まってくれるのが、でもそれこそ確かにそうだね、それこそこいつもランダでくっつけるからそういう運用もかなり実現的なのかもしれない ね、うんうん、なんで真珠と真珠でお互いそれができるっていうと、うん、あとまあボスの近くに勝ちプヨがいたり減速のね材料があったりするともっとさらにねこいつの強さが光ってくるんじゃないかなって思いますね、うんうん、十分言うことない、うん、超 AGB だけなのも分かる、そうそうそう、うん、超 AGB もらっての反射で光で、うん、文句ないっすね、うん、まあ、最近ね、うん、ちょっとやっぱり超 AGB は光もかなり粒揃いでね、うん、育成揃いなところではありますけれども、うん、そうですね、まあこいつは耐久というところでちょっとねグリッターボールのパワーってとこ持ってて、うん、ボールアップを持ってるからまあ強いね、使い道ははっきりしてそうなんで、うん、すぐここでどっかで強いっていうのはちょっとなさそうではあるし、うん、ちょっと特殊なキャラだからね、あそこね、今近畿終わっちゃってるんですけど、うん、19国絶対にやばい、19か絶対にやばいっすこいつ絶対にやばいって言い切れるこいつは絶対にやばい、19国100やばい、100やばいと思います、雑魚処理すげえ楽になりそうな、あそこは確かに、100やばいと思います、うん、おかしいと思いますこいつ多分なんでまあちょっと早く使ってみたいなっていうのが、うんうん、でまあそれこそあと今回グリッターボールに目が行きがちなんですけど、うん、リボンアルファの時にかなり騒がれたね、うん、耐性 M ですよこれね、うん、まあ、さっきも地味に確かに22回で何のことなくホーミング食らって耐えてましたけれど、うん、耐えてましたね、まあ、全攻撃を、まあ、M でね、うん、
半減しちゃうよっていうのに合わせてリボンアルファってヒットポイントがめちゃくちゃ下げられたと思うんですよ、うん、それを持ってるがゆえに、うん、なんすけどこいつ2万5000ありますからね。いやそれてか、うん、だからどうなってんだって話ですよね。解放したら2万6800いくからな。そうだからこいつ実質ヒットポイント、まあ、リボンアルファの時も実質って言ってもちょっとニュアンスは全然違いますけど、うん、一応ヒットポイント簡単に言ったら実質1体5万なんですよ。うん高っ、うん、おかしいですよね。20万ヒットポイントっすよ。確かにでも本当っすよね、うんうん、10万ダメージ耐えますからね。今のだってカナンとかもちびちホーミングやられてから、うん、あんまりなんか気づかなかったけど、だいぶそれが効いてたの可能性あるしね、うん、効いたりする可能性もあると思う。新人飛んでたやつはなんで、こいつはね、ちょっとね攻撃にも防御にもね、飛び抜けたものがちょっとあったりするかなってのは思いますね、うん、なんか使えるとこ出てきてほしいな、確かに19位決定そうですね、うん、まあ、闇枠は終わったばっかか、ありますよね。そうですね、まあただグリッターボールで高難易度をクリアしていくっていうイメージはちょっとできないんで、できない既存のやつだったり、うん、ちょっと悪さするために、うんうん、グリッター使えるみたいなね、グリッター入りますみたいなのでなんか、あそうだよね、うん、ちょっと難しいけど、そうそうそう、グリッター入りましたみたいな、うん、まあありそう。いや気だめないんだよな。でも4段階目で入りますみたいになったら面白いですね。あそうね、確かに、うん、でもさ、既存のパワーポールのところとかもさ、かなりグリッター4段階目だったらパワーポールじゃなくてこいつで入りますみたいなのありそうですけどね。うん、そうだよね、なんかすでにね、うん、そうなんだよな、だからこれもちょっと試さないと分かんないけど、いろいろこれから騒がれそうな友情ではあるよね、うん、うん、いや、この溜めて溜めて弾けてあのダメージ出るってのはやっぱ気持ちいいわ。気持ちいい、うん、面白いですね、うん、ちょっと印象変わりましたもん。イデアの時俺はグリッターボールって正直なんか、うん、友情自体は好きだったけど、うん、なんか採用するとはいらねえなみたいになることがすごい多かったんですけど、うん、やっぱこれだけ攻撃は違ったね、ちょっと違うね、うん、次元が違いますね。しかも気持ちよさが、うんうん、これだともうサブ防御アップでもなんとも思わないもん。いや友情友情かれば足んねえやつ、うん、最近なんかそういうやついたと思うんですけど、いや分かるよ、物足りないやつがちなんですけど、うん、これだったらそう思わないからな、うん、そうですね、いや間違いないわ。これだったらむしろこいつのいいところをさらに防御アップで伸ばしてるっていう面で、うん、長所になりますよね、うん、うん、長砲撃一攻できるなこいつは。いや真珠ほんといいからなったな、うん、マジ、うん、あれそうだよね、長砲撃にしたらさ、これ爆発当たった時にさ、その爆発キャラの方向に飛ばすじゃん。いやそれやばそうだね。でだからさっき言ったランダーエッセンスでボンを張り付いて、うん、爆発キャラのランダーエッセンスで張り付いて、うん、そいつに超砲撃でこいつ当たりに行けば4フレで確定そいつのとこ飛ぶわけでしょ。クソ強くね。組み合わせ次第ではこいつやべえぞ、うん、超砲撃にした方がむしろかなり実用性増してる気がするな。確かにうまく飛ぶかとも爆発相性良さそうです。それですね、これかなり強いですね。そうだね、爆発の、うんうん、なんか好きな人はもうなんかそれ気づいてずっとやってそうですよね、うんうん、これはちょっと遊撃つけて使いたくなる性能してるんでね、楽しみですね、これからがね。さらに13万ぐらいいくってことでしょ、うん、マックス、うん、やばいっすね。やばい、言ってることむちゃくちゃっすよ。13万ってやばいな、うん、楽しみだな、こいつは。面白かった。でもなんか初感の時よりさらに評価があったな、自分の中で使ってみて、うん、これは、うん、なんか確かに使いづらさとかはまああったとはいえ、それを吹き飛ばすほどの見返りは十分この威力にあったかなと思うし、うんですね、性能も多くないし、すげえいい重心化だと思う、うん、真珠とても良かったと思います、うん、はい、はい、なんでまあ真珠ね、うん、まあ、ちょっとさっきも言ったように近畿がまだ来てないんでね、しかも19とかでまだ使えないですけれども、うん、他のクエスト強かったとか、うんうん、あとその多分グリッターボールがちょっとまだ結構未知数なところがあったりするから、そうですね、あの砲撃型のグリッターだとここダメージありましたね、そういうのもありましたね、ぜひコメントお願いします。よろしくお願いします。いやまあでも本当真珠地味にね、うん、ファンの人もこれ多いだろうし、関係してる人もぜひちゃんとクリアします。よろしくお願いします。で今回も夢大将自宅からお送りしました、ピロと真珠でした。失礼した、お会いします、ありがとうございました。チャンネル登録わかりますわかりますそこの君もなくなっちゃったから、わかるよわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければね。